ちょっとね、ちょっと話したいと思います。公式がツイッターに上げてるおなわの掛け声、ドンジャーの底辺だが可愛いとか、ありがとう。そうなんですよ、底辺だ底辺だってやってますね。底辺だ底辺だってやらせてもらってます。配信ありがとうございます。これからも会えないけど頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。これさ、目に映ってるのから部屋特定されそう。部屋っていうか何、どういう部屋なのか見えそう。怖っ。めっちゃまつげ上がってません？なんかね、眉毛にまつげが当たるのぐらい、当たるのってすごいんだって。私ね、ほら当たるんすよ。ほら、わかる？ギリ当たってるの。狭いんですよ、まあ、あの眉毛と目の間が。ほら、わかる？色白が羨ましいです。いや、私本当にね、色白くなかったんですけどね、白くなりましたね。こんばんは。あ、リングライト欲しいんですよね。買おうかな。なんかゆきちゃんにね聞いたんですよ、どのリングライトがいいのっておすすめを聞いて買おうかな。それはね、でも私の友達がリングライト欲しいって言ってて、でなんかリングライト何がいいのみたいな、福祉何使ってんのって言われて、だけど私わかんないから YouTuber の友達に聞くねって言ってゆきちゃんに聞いた。SKE48 の大ファンです。ありがとうございます。うん、そう、配信の定型文変えたいんですよ。でなんかいじってたんだけど、お昼に。だけどなんかわかんない、どこで変えるのかわかんなくて諦めましたね。とりあえずアイコンだけ変えました。もう 4,5 年前のアイコンだったから、さすがに変えました。写真だったから。夕飯は食べてないです。まだまだ食べてないので、ちょっとこれ配信終わったら食べようかなって感じです。この配信終わりで食べますね。鍋にしようと思ってます。パプリーカ、あ、切られちゃう。自炊しますね。たまにします。たまにって感じ。今日はね、すごくね、有意義な一日でした。あの、ずっと今まで割とバタバタしてたので、久しぶりに一日中家にいて、あの
ベッドカバーと布団カバーとあの枕カバーを洗と毛布を洗って、でその後に掃除機かけて食器まだ洗ってないんで洗いますけど、とりあえず水回りとか掃除して、でショールームして部屋の片付けして洗濯物干して、で寝ましたね。ちょっとだけ寝ました。何時だろうな、5時ぐらい、ほんと1時間ぐらい寝ました。でまあすっきり今起きて、7時かーって感じでしたね。掃除大好きなんです。だからね、今ねコロコロがねこれね、ないの今コロコロのさ、ここが替えがさ、替えがもううちになくて、これを買わなきゃいけないんですよ。だけどね、今日コロコロしたいんだけど、ちょっとね厳しい、コロコロのやつを買わなくちゃ、忘れそう。あ、多分人生ゲームで使いましたね。ちょっと使えたのかも。なんな長い時間ショールーム久しぶりにしたので楽しかったですね。お昼に明日ね、何時か分かんないけど、でも多分1時とかぐらいにからメイク配信、メイクショールームしますんで、女の子はぜひ見てくださったら嬉しいです。もちろん男の方も見てください。1時ぐらいかなに、そう、ちょっとお家を出る前にメイク配信をしたいなと思って、よろしくお願いします。明日はメイクのやり方を配信します。男だけど見ていいですかって、いいですよ、全然見てください。その方がありがたいですね。連日配信、そう、本当はね毎日やりたいぐらいなんですけどなかなか合わなくて時間が、だから多分25もできる気がするんだよな。本当に今年はね、いっぱい SNS というかショールームとかを頑張ろうって思って、分からん、まだ最初だけ、私飽き性なんで最初だけかもしれないけど、まあでもやれるうちにやっとこうっていう気持ちですね。めっちゃまつげ上がってんね、ほんとに。やっぱりすごくない、こんな上がるんですか、こんな上がるんですかって聞いてもね、めっちゃまつげ上がってんなって。でもやっぱさ、画面越しの方がやっぱ漏れてんだよね。でもやっぱ上がってるわ、めっちゃさ反射してた、めっちゃ反射してましたね。これはうちですここにウクレレとネムタがいます。これがテレビです。で、ウォーターサーバーですこれネムタ、今ね、ちょうどね葉っぱがなんか植え替えの時期なんかよくわかんないですけどなんか葉っぱめっちゃ抜けるんですよ。見えてる？これ見えてる？うん。ねむたからの、これがウクレレですね。で、時計があって、ここにテレビがあります。で、ここに一応ねコアラのぬいぐるみがあるんですよ。で、これがウォーターサーバーです
ていうね。いや、お家紹介するとちょっと怖いんで、これぐらいにしときますね。斬新でしたね、今の。確かにウクレレでも弾くか、今だし。全然チューニングとかしてないですけど、それ分かんない、分かんないよなコードが。ちょっとウクレレノートを出していきますね、なおちゃんの。ウクレレノートなの。あ、すごい、めっちゃ落ちちゃった。これウクレレノートなんです。ウクレレのコードが書いてあるんですよ。これにしよう。これはリメンバーミーっていう曲です。あのね、でもね、これ見て、不器用太陽のコードも書いてあるんです。一応不器用太陽弾きたいなと思ってね、やったけどね、うまくいけなかった。マジでクソ下手くそ、本当にね、びっくりするぐらいまだ下手くそなんで、やめときましょう。練習ってことで、これは
ギターは弾けないです。ギターは弾けないです。ジュリのつながりだから。ということはマジで頑張って弾きますね。私去年の春の自粛期間ぐらいに暇すぎてやってたんですよ。マジそれだけだから、もうね、全然ね、そんな得意とかじゃないです。ただ5時間ぐらい弾けるの、なんか暇すぎて。5時間も弾いてました。とってもお尻が痛くなりました。5時間ずっと地面に座りっぱなしで、家の気づいたら5時間弾いてました。めっちゃね好きなんですよね。だからなんかでもいい趣味だなと思って、まあ、頑張って極めたいなっていう気持ちはありますけど、まあ極めらんないのが私みたいなところあるんで、全てのものにおいて。手めっちゃ痛くなった。もう指先めっちゃ硬くなったもん。ウクレレです。これとカメラぐらいですね、趣味。カメラもねめちゃめちゃいい感じです、調子。です。綺麗な方が配信してるって聞いてきましたよ。綺麗私からいい、嫌い私なんだっけ、私からいい見たのに、私から可愛い、私綺麗ね、ほんでそっと聞かせて、私綺麗。自分の公演見ようと思ったの忘れてたわ。自分の公演見ようって思ってたんですよ、本当に。だけど忘れてた、見るの。本当に最近綺麗ですね。ありがとうございます。本当に最近綺麗ですね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。本当にやさぴやさぴ。
YouTube でね、ちょっとね、好きなアイドルを見ながらね配信してた。可愛いんすよ、マジマジ可愛いんすよ本当に。え、何これ、これ見たいわ。推しは可愛いもんよね。そうですよね。ね、これさ、私何時から配信始めましたっけ？誰か何時から配信を始めたのか教えてくれ。19時39、ありがとう。じゃああとちょっとやね。あー、インスタ更新しなくちゃな。更新しなくちゃなっていう気持ちですね。今からあげてきます。ちょっとエミちゃんお水あげないとね、枯れるんで拗ねちゃって。あ、エミちゃんにあげる水はウォーターサーバーの水です。贅沢な植物ですね。火曜日は好きですか？火曜日？違うわ、火星だわ。火星嫌いですよ。もうさっきひどい目に遭いましたんで、私火星飛ばされまくって60万ぐらいの借金を抱えましたんで、私はやばいっす。あ、人生ゲームでね。本当にめちゃめちゃ関係ない話するんですけど、テラハ見てた人いますか？この中に、この中に、ごめんなさい、テラハ見てた人います？テラスハウス、ネットフリックスの。ハワイ編と軽井沢編見てた人いますか？見てないか。もう見てないならね、しょうがない。いや、テラハ見たいなっていうだけなんですけど、テラハなんかね、ネットフリックス入ってたんですけど、なんかやめちゃったんですよね。もういいわと思ってやめちゃったんですけど、
だけどなんかテラハめっちゃ急に見たくなって、なんかあのおしゃれな感じがすごい好きなんですよね。なんかあのめちゃめちゃおしゃれだから、ね、本当に好きなんですけど、なんか誰か見てるかなと思って、今はもう、ね、昔のやつだからなかなか見てる人いないですから。水に髪の毛入った、もう流してくる。あ、やって食器洗わなくちゃ。お腹空いたんで、ちょっとおせんべい食べていいですか？私の大好きなおせんべいを食べます。もうね、マジでね、せんべいしかないよ、うちせんべいしか、ね、ないんですよ。今日は醤油せんべいでいきたいと思います。塩とね、醤油と、あとあの歌舞伎揚げみたいなのもあったんですけど、醤油せんべい、真っ赤、もう大好きなの、せんべい。めっちゃ好きなんですよ、せんべい、ほんと。あの地元のめっちゃ好き、美味しいお店のやつとかね、めっちゃ好きなお店ある。あ、ASMR 苦手な人はちょっと切ってもらって食べますね。 ASMR やるから、いただきます。いかがでしょうか。うんふん、せんべい食べたくなるって、大好きなのせんべい。なんか一つだけしか楽屋のケータリング、あのお菓子一つだけしか選べませんって言われたら絶対せんべい選びます。チョコパイとかあっても絶対にせんべい選びます。うんね、基本的にね、こういう配信するときにね、あのおせんべいです。こういう配信するとき基本的にテレビをつけてるんですけど、テレビか YouTube をつけてるんですけど、今は今日はね YouTube の方をつけさせてもらって、あの動画を見てますね、 YouTube の。あ、やばい、おしゆき見てね、更新されてるよね今日。と私ね、おしゆきのね YouTube のねオタクなんですよ。いつもね、いつもね、もうチャンネル登録してるし、あのエンディングのねファンなんですよ。てん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 、たたたたたたたタピオカマナナナナナナンテナ、たたたたたたたタピオカナナナナナナンテネテンテンテンってやつのファンなんですよ。あ、昔の写真で真剣衰弱、これ面白そう。ちょっと音出していい？これ音出していいですよね。かわいいね。
でいつも動画の感想を3人の LINE に送ってるんです。いや今回のエンディング良かったよって言ってるんですよ。今は昔の写真で真剣衰弱の回ですね。この見てないのまだ。もうよく感覚おかしいよね。もうちょっと音出していいかな。ゆきちゃんの50銭。あ、そういうことね。いっぱい写真があってそれでこうやってくんだ、真剣衰弱を。やだなこれ。これこれはやばい。ゆきちゃんはあれね、白目がうまいからね。ゆきちゃんめっちゃ白目うまい。これラブヤやばい。ラブヤなやばくないですか。これはマジおしりんさん静岡の伝説ですよ。しかも絶対に言うの、ラブヤ私じゃ書いてないって。超やだわこれ。本当に面白いのいっぱいあるよ、面白い写真。あこれこれはこれゆきちゃん、ゆきちゃんがねまつげのね二重幅にまつげをね入れるっていうのがうまくてね。このね、二重の幅あるじゃないですか。ここにまつげをゆきちゃんにめっちゃ入れるのがうまいの、こうやって。これうちらで中で流行ってるんですよ。あゆきちゃんマジうまいもん。うまいよな、マジで。ゆきちゃんうまい。ほらこういうこと、こうやって隠すんです、まつげを。わかる？これがねゆきちゃん特技なんです。みんなやってみてください。まつげを二重幅に隠すっていう。わかる？え、みんな生きてます？いや、まつげ上げてなくても私はいける。ほら、壁に酔う、やばい。CM ですね。みんなもやってみてください、まつげしまうゲーム。これはやばいよな。
てみる。サインしてください。ゆきちゃんの二重にまつげしまうやげ特技ね。楽しそう、これやりたいな、この真剣衰弱。初見です、ありがとうございます。やっぱ、ね、みんなといるとね、楽しいことが絶対起きるんですよ。だからその楽しいことのために遊ぶよね。ラブや。いいね、ラブや。ラブや。これやばい。そう、 K2 のメンバーと仲いいんですよね。なあ、プライベートとかで仲いいのがね、 K2 のね、そこら辺の人たちが多いんですよね。面白い、最高に面白いんですよね。どんちゃん、マツパしてる？いや、してないです、今。10月ぐらいかなにね、したんですけどね、それがの残りがまだ若干あって、だけどもうほとんどビューラーであげてます。松葉したい。やばっ。
おばあ、おばあが。楽しそう。どっちが勝つんでしょうか。いつもまつげ綺麗だなって見てる。ありがとうございます。終わった。星雪、あ、私これ好きなんだよな。早起きでペヤング早食い。あ、お仕置きニュースも面白かったな。あとはなんか YouTube ってさ、関連みたいに出てくるじゃないですか。それでさ見られるの恥ずかしくない？なんかあ、こういうの見てるんだっていうのがなんかちょっと恥ずかしいですよね。ペヤングは食べ、あんま食べないですね。マリアマレイちゃんも好きです。マネキのチャンネル YouTube は見てないですね。そんな普通にね、曲は見るけど、よく可愛いですよね。し、曲がいい。あれ好き。私、昨日の私に負けたくないの、もっと綺麗になりたいの。私、昨日の私に負けたくないの。好き。ペヤング以外のインスタント焼きそば食べるの？いやー、食べないですね、インスタント系は。ご飯食べてて今来た。あ、いいですね、ご飯。え、私この人と同じガスコンロだわ。おそろーい。私の残り全部あげる、いろいろあった、果たしてよければあなたの残り全部ちょうだい。いつも何
酒飲んでました。いいですね、楽しそう。私もね、お酒あマジで飲んでないな。お酒とか多分ね、ガチでね、ガチめに4ヶ月ぐらい飲んでない気がする。半年飲んでないかもしれん。なんかね、一回めっちゃ前に友達と、なんかやっぱ限界を知っといた方がいいよってなって、仲いい子とまあ飲んだんですよ。でなんか割と結構飲んで、で酔った時、酔った私がめっちゃ酔った時にどうなるのかっていうのを、ね、知らなかった。自分でもめっちゃそこまで酔ったことなかったから、なんか怖いんよなみたいな。もしさめちゃめちゃさ、あ普通に飲んでて、でもその自分の一定の量を通り越しちゃって、なんか急に暴れ出したりしたらめっちゃ怖いじゃないですか。だから知っといた方がいいよってなって、なんかねやったんですけど、私は本当になんかずっと人にベタベタしてました。その女の子の友達なんですけど、その子にずっともううーんってずっとやってたらしい。でも記憶ないんですよ。なんか手つないで手離すとすぐ怒ってみたいな、ずっとずっとやってたらしい。だけどマジで記憶なくて、ほんと怖いから、もう絶対にお酒はそこまで飲まないようにしようって思った。って思いました。よくないよ、お酒飲みすぎはね。いやリバースしそうだったけどね、私嫌いなんです本当に。何よりもこの世界で一番そのリバースが嫌いなんですよ。リバースすることとか、もうリバースの本体とかめっちゃ嫌いなんで、マジで嫌いなんで。何のお酒、その時は梅酒と、あとチャミスル、韓国のお酒を飲みました。だけどね、チャミスルはね本当にね良くないです。マジですぐ酔うから、いや結果梅酒ですね。って思う。いやでもね、お酒は程よくですよね。楽しくほどほどにって本当にこういうことですよ。って思いました。思いました。水みたいに飲めちゃう。そうなの？水？ではないよ。あんまりね、日本酒とか飲めないんですよね。あ、そういえばね、生誕 T シャツのデザインを提出してくださいって来たんで、提出しました。楽しみですね、どんな感じになるのか。あ、マジでこっから、あ今年はどんなかな、どんなでしょうか。そう、もう早すぎてさ、生誕 T シャツ書いてから1年経ったんだって思ったら、マジで早くてね、びっくりしてますね。早すぎない？もうそんな季節ですよ。でもね、もう今年は完全手書きで、まあもちろん私にゆかりのあるものって感じですね。一緒に手を叩こう。
言えませんね、何色の T シャツかは言えません。深夜だよ、どこの子に恋してここまで来たんです、から先なのへっちゃらブラファイト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 。黄色かな、何色でしょうか。どうでしょう、シンプル、どうでしょうねどうでしょうね。普段使いできると思います。全然ね、去年よりも普段使いできる。去年のはさ、まあできるっちゃできるけど、そんな金曜みたいな感じだったじゃん、みんなね、ノリ的にね。だから今年はマジで普段使いできると思います。ほら見て、こういうまつげ入れてんの、こうやってゲームする、これをこうやってやるんですよ。できると思うけどな、普段とか。仕事でジャージ着るときとかに着れるかな。うん、着れると思う。そう、私もね、去年のやつをね、夢の国で着たかったんですよ。で、ゆめさんと、もう一人ゆめさんの友達と、ゆめさんの友達っていうか共通の友達がいるんで、その3人で着ようって言ってたんですけどね、行けなくなっちゃったんで、なかなかできてないんです。だけど着たいなって思う。そう、交互着たい、交互着たい。画質が夢ちい、画質が夢ちい、画質が夢ちい、画質が夢ちい。あとちょっとですね、あとちょっとで1時間経って、そっから私はちょこっと用事があるので、画質が夢ち、ゆめさんに会いたいな。ゆめさんに全然会ってないなんですよ。いつ会ったかな、11月ぐらいに会ったかな。会いたいですね、ゆめ。
ああ明日も頑張りましょうね、みんなしてせっせこせっせこ頑張りましょう。頑張りましょう。で両方にゴムしてるの、ヘアゴム。気づいたら。頑張ろうね。あ、今日メール送ってない。ちょっとじゃあ最後にメールだけ送りますね。公開メール。公開メールじゃないけどさ。写真撮りしてメール送りますね。漏れなかったです。これを送りますわ。とりあえず髪の毛めっちゃさ明るいね。メール打ちます。3時でいいかな、ショールーム。昼過ぎにしとこう。マジ画質いいよな、本当にね。怖いぐらい画質が良くて怖い。はい、メール送りましたので、まあ、何十分か後に届くと思います。写真いつも可愛い。そうだって SKE メールにはもう一番可愛い写真を送ってます。あの、まあ、他にも他の写真も別に可愛いの載せてるけど、例えば10枚撮った中の第1位を SKE メールに送ってる。で第2位を Twitter とか、まあ、インスタとかブログとかですね。 でも第1位を絶対ブログに、ブログじゃない、モバメに送ってます。なのでまだ撮ってないよって方はぜひ見てくださったら嬉しいですね。ではちょっとねお時間の方が来てしまったので、そろそろ終わりたいと思いますんで、あの、明日お昼過ぎぐらいに多分ショールームするかなって感じなので、ぜひ見てください。あのメイク配信しますので、この私のこのメイクどうやってやってんだろうなっていう気になる人も気にならない人もぜひ来てください。女の子来てほしいですね。いっぱい話しましょう明日も。
というわけでありがとうございました。見てね、明日もよろしくお願いします。ありがとう。じゃあ良い土曜日を。